タマちゃんのボレーもさ、まあカルチャーもそうだけどさ、うまくいった時ってなんか一歩も動けない感じ、こっちは。いいから決まるっていうよりはなんか全然読めないって感じ。うまく外せてるってことよね。さっきのほら最後もバックポーチでミスしたやつも、あれも質を上げるっていうよりはそのセンターと両サイドと3つの中で自由に選んでますよっていう、どこでしょうこっちでしたっていう。全然選んでないと思わなかった。なんか選んだ方が多分選んだり選べることを駆け引きに使った方が多分ちょっと浮いちゃってたから少しここはできなかった。もう正面入ってここだけで、うん、ここがもうちょっと低めに入らないとこっちも抜けない。まあでもボールの放置がちょっとしっかりやりたいかなっていう感じです。高井さんのトモさんのすごいスコーンと入ってくるやつが結構見るだけ見て結局出れないものがあるから、うん、あのボールでもちゃんと入っていくために多分相当膝入れないと多分重いボールで帰らないから浮いちゃうだけで。それはあれ、ヘッド下がるよね、腰高だと、うん、そう、うん、そこをどうやってうまく使い分けるかになってくるから、多分あのスピードにも合わなきゃいけないから。クワッドイスカット、そっち、そっち練習じゃなくてそっち腰を今ちょっと玉出しで5本ぐらいやってもらおうかなと思ったんだけど、スクワットって言われちゃったからちょっと辛い辛い、明日立てない本当に5本だけ出してもらっていいですか。どうぞ。全然もうこのカゴ、あの5カゴぐらい厳しい。スクワットかやもん、どっちかですね。スクワットやるか 5カゴやるか、こんな感じ。一瞬ため作って駆け引き入れて、出した足で一瞬このバランスを感じて、バランス感じるとそこからためになるから、どっちにしろこのそのままダーじゃなくて一瞬バランスを挟んで、バランス挟んで、バランス一瞬取れるとどこでも打てるから、うん、で戻りも速くなるしね。一瞬バランスを取ってるのを感じて、そう、だからさっき言ったみたいに結構潰しながら殺す感じかな。だからそれをやるときにここのバランスが流れてしまうとちょっと自分の思ってるスイングと違ってくるから、カチッと一回決めて、そうすると自分のイメージ通りにボール潰せる感じかな。あー悪い。あ、でもこういうのもそうだよね。あー流れてるね、流れてる、バランスが取れてない、カチッと決めて、そうそうそう。多分ね、うまくいけば内訳ができるのと、あとその後の例えばこっち打ったののフォローも早くいけると思うし、あんまりこの打ってダラーンと流れない感じかな。うん、こっから続きがあるから怖い、結構怖い結構そうそうなかなかあんまり受けたことがないから、たまちゃんのポーチを。そうそうそう、バランス取って駆け引きしてる。おお、たまちゃんのやる気をこう引き上げてくれてる。ああいいねいいね、今のバランス取れて駆け引きできてる感じ。あの低さでこちらも、あそう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 、で2発目もいく感じ。大丈夫よ。おう、うん、こっちか。うん、そう、フォローするは入れるんだけど、あんまり長時間っていうか瞬間的にシュッて入れる感じかな。でやっぱ続きは多分必要だと思うから、
あ、ちょっと上がってない。えい。うんうんうん、そう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 、止まって構えればいいんじゃない。ああ、うん、で今みたいにカルちゃんが打ったのをちゃんと見てどこに打っても次取ろうと思えば取れるぐらいの、うんうん、そう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 、ということはもう鼻から一発気味はそんな気に意識しないで配球の一環として考えないと、そうそうそう、特に今なんかちょっと甘いコースだから、で、あの続きが必要になってくるから、おう、そうそうそう、あー危ない、うまい、ああいいねいいね、あれ殺せるのすごいね、うん、難しいけど時々できてんだから、それをあとは増やせば、割合的に増やせばいいわけ。危ない、あそこ返しちゃダメだ、時々できてるんだから、うまい、おお、そうそうそう、うん、あー今流れた、流れたね、ああいう遠くてもちょっと一瞬バランス感じないと、そうそうそう、あー悪い悪い、おわー、はい、ダメな時は相手ボレーに打っちゃダメだよね、ダメな時はあっちとか、まあ、ロブボレーとか、あそこでロブ難しいねまあこれはパートナー、これはパートナーに任せるはい、おお、そうそうそう、まあ、今のはでも余裕があるんじゃない、アウトするよねこれはね、そういう選択肢、そうそうそう、あ、うまい、はい、どう、真ん中が難しい、はい、はい、はい、安易に相手ボレーに打つとカウンター食らうからね、うまい、そうそうそう、これが一番リスク少ないかな、うわ、あーいいねいいね、ナイス、今の当たり しっかりしてたね、うわ、おお、いいんじゃない、まあまあでも選択肢として必要ね、えい、えい、うん、まあ取られてもいいんじゃん、取らせて戻ればいいんだから、あー、あーこっち、いいねいいね、こっちはなんかなんとなくわかるんだけど、こっちは切りすぎちゃうし、こっちは当てすぎちゃうし、でも来る方がわかんない、こっちセンターがメインね、で向こうがいいのある、そうするとその時点でこっちに意識いくから、ギリギリまでこっちに匂わせといて一歩も動かせなければいいだけであって、ここ一回触らせればいいんだよね、うん、でもう一回次でバコンってどっかに飛ばせれば、さっきもほらゲーム形式でもあったけど、ここに質の高いの打とうとするとこう入っちゃうから、だからこっちがいいからこっちと思ったところで意表ついてるから、そんなに、そうそうそう、でこっちはそんなに厳しくないけど我々は思ってないから一本受けないっていうのが多分流れとしてはいいと思うんだ、そうそうそう、内緒で、それがそれがあるから、おう、その同じ流れでいろんなとこに、あ、うまい、あ、そうそうそう、これわかんないな、だ、はい、そりゃそうだこれ後ろの人でいい、はい、なごめんなさい、全然いい全然いい練習、ここはここで なかなかいい、うんうん、え、くみちゃんその位置なの、はあ、そう、あ、そこだから意外ともうちょっと上げても大丈夫だったりする、そう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 、そう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 、
でもギリギリまであっちに合わせとけば多分一歩も置けないから。おー、いいね、いいね。こっちが分かんないんだよね、結構。あそこ打つとやっぱりね、お、あそこ打てるんだってなるから、絶対あそこの印象は強くなるよ。だからそうするとこっち絶対その分スカスカになってくるから。おー、低いからセンターに来ると思うんだよね、うん。あ、そうそう、あ、うまい、うん。ヒトさん素振りしてセンター打つ時もやっぱりちょっとあっちに匂わすとかないと。かわいい、目でチラチラ見とけばいいだけで。余裕があるっぽくやんの、余裕あるっぽくね、うん、そう。あ、うまい、うん、多分ねセンターに打つときにちょっと体が開いてんだけど、実際だからあっちに打つのと同じ向きのままセンター打てばいいんじゃないの。そう、センター打つときこう入っちゃうんだよね。あっち打つときにこれだからセンターに絶対あっちあんだけ打てるから、多分もっとセンター、まあ後ろの人は取る可能性もあるけど、ポレーの人はあっちに意識向けさせられると思うんだけどね、うん。うん、でフォロースルー入れない方がいい。あのアングルに打つのと同じぐらいの止める感じでパンと弾く感じでセンターも、うん、うん、そう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 、ナイス、同じ入り同じ体の向き、そう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 、同じ入り同じ体の向き、あー、いいねいいね。あー、質は足さない、質は足さない、配球で勝負。あー、いいんじゃない、いいんじゃない、うまい。今のセンターすごいいいと思う。そう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 、で続き続き、はい、あー、いいねいいね、よいしょ。おう、あー、いいねいいね、あと5球。おう、うまい、あと4球、うん、あー、いいねいいね、えい、あと2球。さあ、ラスト1球だよ、これだよ。それもうネットしたらどうしようと思って、俺の方がビビっちゃってそんな遊び心がなかった。そこでストレート球出ししたらめっちゃ泣く。どんだけひねぐれてんの。多分普通はセンターが一番気分的に楽だから、センターに一番いいのを持ってきて、でそう見せといての両サイド抜いていくっていうのが多いだけど、なおちゃんあっち打てるから、であっち打てるっていうのはさっき言ったみたいに結構俺としては驚異的っていうか、すごい、あ、嫌だな、逆クロス打てる人って嫌だなってなるから、そうするとすごい印象あっちに行くから、そう、そうそうそう、うん、であそこが すごい人と見せといてのここで、さらにここ、そうです、確かに3方向打てれば、うん、確かに、うん、で全部同等にする必要ないと思う、うん、うん、まあ、でもここを一瞬でグッて入れてもらうとやらないと、確かに